キング・ファハド・コーズウェイを含むバーレーンの一途衛星から見た写真キング・ファハド・コーズウェイはバーレーンとサウジアラビアのあるコバーリを結ぶ海上橋。全線4車線、全長 25km。1968年に両国で建設が合意され、1980年に着工、1986年に完成した。 12億ドルの建設費用は全額サウジアラビアが出資し、橋の名前には当時のサウジ国王、ファハドビン・アブドゥル・アズ・イーズの名が付けられた。全長2 5トルのうち、海上道路が1 0トル橋梁部分が1 5トルとなっている。途中、1 5 0ルにわたって橋梁を高くし、船舶が航行できるようになっている。橋の中央には、 人工島が作られ、両国の出入国管理事務所があり、そこで折り返すことも可能。両国とも出入国管理所の手前に、展望台タワーを持っており、橋を眺めながら休息し、食事をすることもできる。構図イのサウジアラビア側両国の物流、交通の大動脈となっている。孤立した島国だったバーレーンはこれによりサウジまで1時間、クウェートまで4時間で行けるようになり、 物流が大幅に改善。また主にサウジからの観光客が激増した。改律の厳しいサウジ側からは、自由なバーレーンでの休日は、格好の息抜きとなっており、湾岸諸国国民はビザなしで行き来できることもあり、休日には渋滞ができるほどである。需要、効果ともに高かったため、第二構図ウェイの建設も計画されている。 ありがとうございます。